ジェームズ・アンダーソン、ジェームズ・アンダーソン、ジェームズ・アンダーソン、1894年9月17日から1973年12月23日は、オーストラリア・シドニーシエンフィールド出身の男子テニス選手。1920年代のオーストラリアテニス界をリードした選手の一人で、 全豪選手権男子シングルスで1922年、1924年、1925年の3度優勝した。彼はウィンブルドン選手権でも1922年に男子ダブルス優勝を達成し、オーストラリア人選手として史上3人目のウィンブルドンに優勝者になっている。フルネームはジェームズ・ウトラム・アンダーソン、ジェームズ・アウトラム・アンダーソンといい、普段は 名前のイニシャルだけで J.O. アンダーソンと呼ばれた。アンダーソンはグレイハウンド、グレイハウンド、両剣の一種、非常に足が速いことで知られるというニックネームで呼ばれ、肩の高さから打つ強力なフォアハンドドライブ、ボールに巡回をかけたフォアハンドストロークを最も得意にした。彼のバックハンドストロークはフォアハンドと同じラケット面で打つ逆さのバックハンド、 アップサイドダウンバックハンドを駆使した。背が高く、痩せた体格の持ち主であり、試合の時にはテニスコートに大きなカンガルーのぬいぐるみを持ってきたという。アンダーソンは選手経歴を通じてオーストラリア国内外のイベントでジェラルド・パターソンと対戦する機会が多く、互いに強いライバル意識を持っていた。アンダーソンは家族の8番目の子供として生まれ、 学生時代の1914年にニューサウスウェールズ州のテニスチャンピオンになった。第一次世界大戦の戦時中、彼は1915年から全米選手権に出場を始めた。戦時中でも全米選手権だけは途切れることなく開かれていた。1918年11月の世界大戦終結により他のテニス競技大会の開催が再開され、 男子テニス国別対抗戦、デビスカップやテニス四大大,大会の全豪選手権やウィンブルドン選手権も再開される。1919年度の全豪選手権とデビスカップ決勝は同じ開催地と時期に行われ、1920年1月後半にシドニーで開かれた。アンダーソンはデビスカップ決勝の第一試合と全豪選手権のシングルス準決勝であるガーノン。 キングスコート、イギリスに連敗するが、オーストラリアは、デビスカップ決勝で、イギリスに、4勝1敗の勝利を収めた。1922年の全豪選手権、男子シングルス決勝で、ジェームズ・アンダーソンは、ジェラルド・パターソンに6から0、3から6、3から6、6から3、6から2のスコアで勝ち、初優勝を決めた。同年のウィンブルドン選手権男子ダブルスで、アンダーソンは、 ランドルフ・ライセットとペアを組み、パターソンとパッド・ハラウッドの組に3から6、7から9、6から4、6から3、11から9の逆転勝利を収めた。こうして、J.O. アンダーソンは、ノーマン・ブルックスとパターソンに続いて、オーストラリア人選手として3人目のウィンブルドン、優勝者になった。同大会のシングルスでは、準決勝で、パターソンに一から六、六から三、九から七。 1>, 1から6、3から6で敗れ、決勝進出を逃している。第一次世界大戦中から参加してきた全米選手権では、1921年のベスト4が自己最高成績だった。その後、アンダーソンは全豪選手権で1924年に男子シングルス、男子ダブルスの2冠を獲得し、1925年に、 男子シングルスで2年連続3度目の優勝を果たした。1925年は、ウィンブルドン選手権で3年ぶり2度目のベスト4、進出もある。この頃から、フランスの4 0子が対等し始め、アンダーソンはフランス4 0子の一人である、ルネラコステに4から6、5から7、1から6で完敗した。 1925年9月4日から7日にアメリカニューヨーク市内のフォレストヒルズにあるウエストサイドテニスクラブで開かれたデビスカップインターゾーン決勝でオーストラリアはフランスに1勝3敗で敗退しデビスカップにおいてもオーストラリアとフランスの力関係が逆転したアンダーソンもシングルス第2試合でジャンボロトラに敗れこれが彼の最後のデビスカップ戦出場になる 1926年全豪選手権の準決勝で、ジョン・ホークスに敗れ、大会三連覇を逃した試合を最後に、アンダーソンはプロテニス選手に転向した。ジェームズ・アンダーソンは、デビスカップを通じて、日本チーム代表選手との対戦も多かった。日本が、デビスカップに初出場を果たした1921年、オーストラリアは、日本と準決勝で当たり、この時は日本が、 4勝1敗でオーストラリアに勝った。アンダーソンは日本代表との初対戦ではシングルス戦2試合で清水善造と熊谷和也の2人に敗れている。2年後の1923年デビスカップではオーストラリアはアメリカンゾーン決勝で日本に5戦全勝で勝ち、アンダーソンも清水と福田正之助とのシングルス戦。 清水と、柏聖一郎組とのダブルス戦に干渉した。最後は1925年、デビスカップ、アメリカンゾーン決勝のシングルス第2試合で、原田武一を退けた。グランドスラム大会の男子シングルスでは、アンダーソンと日本人選手の対戦はなかった。全豪選手権でホークスに敗れた後、ジェームズ・アンダーソンは1926年12月から、 プロテニス選手に転校した。世界最初のプロテニス選手は、1926年夏にプロテニス選手契約書に署名したスンヌランラン、フランスを含む6名であり、アンダーソンは彼らに続く早い時期にプロ選手になる。4年後の1930年、アンダーソンはアマチュア選手資格を取り戻そうと試みたが、失敗に終わった。当時のテニス四大大会は、出場資格が アマチュア選手に限られ、プロ選手になると参加資格を失った。その後は、故郷のシドニー市で過ごし、1960年代までテニスコーチとして活動した。前世時代から半世紀後、ジェームズ・アウトラム・アンダーソンは1973年12月22日に、シドニー市内のゴスフォードで78年の生涯を閉じた。ジェームズ・アンダーソンは2013年に、 国際テニス伝導入りを果たした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。